お元気ですか？僕シュミンです。今回は2022パシフィックリーグベースボールカードプレミアエディションの開封動画となっております。以前はですね、パシフィックリーグベースボールカードはですね、2回上げてるんですが、今回はですね、そのプレミア版でございます。早速ね、開けていきたいと思います。どうなってるかと言いますとですね、こういう風にね、2つにね、こうやって箱がね乗っておりました。で、この下の方にですね、こういう風にね、こういう風にね、なっております。本当はですね、ここにシールが貼ってるんですけどね、まず手袋をはめてるのでね、今回はね、それはね、外しておきました。で、早速ね、開けていきたいと思います。結構シールだとね、剥がしづらいという欠点がありますからね。ではね、やっていきたいと思います。はい。まずはですね、楽天の田中将大投手でございます。で、松田信弘内野手でございますが、現在はね、読売ジャイアンツの方にね、行っております。で、直筆サインカードでございまして、平海馬投手のでございます。こちらね、埼玉西武ライオンズのねカードでございます。こちらがですね、35分の33となっております。で、続きましてね、もう一箱でございます。で、一つですね、じゃあ行きたいと思います。北海道日本ハムファイターズの、浅間大輝、選手でございます。こちらね、赤い足でございます。で、こちらスーパースターズって書いてますよね。オリックスバファローズの宮城弘也投手のね、カードとなっております。こちらもね、CR がね、書いております。50分の25となっております。で、こちらね、北海道日本ハムファイターズの上沢直行投手の、ユニフォームカードでございます。これ白生地なんでね、多分このね、この辺りだと思いますよね。この辺りか、この辺りの、多分ユニフォームのね、カードだと思います。こちらがですね、57分の34と、なっております。はい。今回はですね、ちょっとこれね、カードの内容は短いんですけど、結構ね、CR カードがね、4枚もあるね、ちょっとね、お値段の方はね、ちょっと張るんですけどね、ファンとしてはね、たまらない、ね、1枚だと思いますのでね、もしね、ファンの方はね、ぜひともね、購入してみてはいかがでしょうか。またこういったね、お金がありましたら、やってみたいと思っております。開封動画でございます。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。